こんにちは、青柳ひと子です。今日は思考のループから抜け出せないときどう解決するかという話をします。よく私のところにも相談に来られる方多いんですけども、投資を始めようと思っているのに始められないまま何年も経ってしまっているという方ですね。こういう方は結構多いんですよ。で、なんで始められないと思いますかとお伺いすると、損をするかもしれないから怖いと、もしくは投資を始めて自分でちゃんとできるのかわからないと、そういうことでなかなか一歩が踏み出せないという方多いんですよね。または友達に聞いたりすると、まあ私損しちゃったんだよねとか、やっぱりなかなかうまくいかないよねっていうネガティブな情報ばっかりが入ってきてしまうとかですね、そういうことでなかなか始められない方が多いんですけども、このループね、ずっとその堂々巡りしてしまうループ、思考のループから抜け出すには一つしかないんです。それは行動することなんですね。結局考えても答えのない問題というのをずっと巡ってるから抜け出せなくなるんですよ。だからその一歩が踏み出せないんですよね。だから一回もう思考を止めて踏み出す、これでまた新たなその情報が入ってきますから、やってみること、経験してみることって本当に大事なんですよね。で、よくあるのがその損をしたらどうしようって思われる方多いんですけれども、もうだったらもう思い切ってやってみて少し損が出るぐらいでもいいやと思ってみたらいいと思うんですよ。ただもちろんね、ずっともうマイナスで損ばっかりですってなったら困りますから、それはもちろん。だから正しい投資法を学んで投資をしてくださいねと言っているんですけれども、全く投資ができない方でも正しい投資法を学んで1年で 10% の利回りが出せたっていう方がたくさんいるわけなので、私だけできないと思わずに一歩踏み出す、行動をするということをですね、ぜひやっていただきたいと思います。で、今日本では月100円から投資ができるわけですから、仮に100円投資してですね、それが90円になったり80円になったり、また120円になったり、まあいろいろすると思いますけれども、そういう小さい金額でですね、経験してみるということもいいんではないでしょうかと私は思います。まあ、ぜひですね、将来的に資産を築いていくために早めに一歩を踏み出す、で、経験をしてみる、でその時にはぜひ正しい投資法を身につけて一歩踏み出していただければと思います。今日はこれで終わりになります。ありがとうございました。